おはようございます。おはようございます。今日はお友達のまーやちゃんのこんにちはお家に来させてもらっています。今日は着物のことを私あまり分かってないんですけども、着付けしていただけるということで楽しみにして、あのこの日を待ってました。よろしくお願いします。お願いします。着物沼の地蔵と申します。ウルポロチャンネルご覧の皆様よろしくお願いします。本日ヘアメイクと着付けで来させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ始めていきます。しょーはあんまり分かってないからあれけど、こんな荒野です。ちょっとじゃあ拝見しますね。年、はい、の帯ですかね。今どこだかな。白い名古屋帯。どういう時に使うかわからん。普段着向けかなとは思うんですけど、これも可愛い感じ。これめっちゃ可愛いよね。ね、すごいね、これの内側がなんだろう、サーモンピンクっていうかになってて、流水の花が入った、うん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 、ね、ちょっと、もう全然もうまやちゃんがどっち着たいっていうので選んでもらって、どっちもすごく好みなんですけども、せっかくなんでちょっと明るい感じ、うん、お、じゃあ、はい、こっち、うんうん、袖を落としてみたいなと思います。こちらで、うん、じゃあこっちにしよう。これはじゃあ、あの一緒のお襦袢かな、白い範囲のレンズが入ってるそうです。いやでも可愛いですよ、紐もついてて。分かってないから、冬物、夏物っていうのを、ね、なんか着物って柄が入ってるからさ、うんうん、なんかその季節に着なあかんのかなってなんか気になったりするよね。そうそう、なんか流水って聞くとなんか春夏なんかな、色も淡いしって思うけど、裏がついてるから夏じゃないっていうのびっくり。ね、え、そうそう、これ一緒にね買いに行ったんだよね。こっちがウールの着物って言ってあったかな。こっちがね、これ名線？地蔵さん。多分名線だと思います。おお、これは確かな情報。でこれがアマゴート。これ超可愛い。ね、これ可愛いアマゴートで。そう、もう一つちょっとウールの。でもね。超可愛い。緑がお好きですか？そうです。緑色が好きです。ちょっとちょっと。こっちだ。こっちだ。そういうの好きやな、くちゃんもな。あのお着物の上から降りていただけると。もしもし。あ、かわいい。あ、なんだかおしゃれ。おしゃれ。これめっちゃ上品な感じやね。上品になりますね。ね。でもやっぱオレンジの方が、まやちゃん似合いそう。はい。ね。はい。おしゃれ、その帯締め、うん。母のものです。かわいい。これすごい変わってますね。ね、あ、本当だ、なんか草の部分が玉みたいになってる。面白い。めっちゃ珍しい。初めて見た。ね、結構古い時に買ったものだから多いですけど、ピンクだけは、あの、去年選んで一緒に。うんうん。ちょっとなんかこう、冷蔵寄りに、生地だと、その太さだったり、はい、あとこの、あのキラキラが入ってるので、買っ
ちりしすぎちゃうかなって気もしますし。ああ、確かに。ただね、まやちゃんの、そのイメージだったら、うん、結構ポップだったり、可愛い感じの方が絶対似合うから。うん。同じ色で揃えない方がいいかなと思ってて、そしたらじゃあもうこんな感じかなって思うんですけど。うん、これかわいい。ウルポロ先生いかがでしょうめっちゃいい、めっちゃいい。かわいい。これにしよう。ね。面白い。なんか、地盤じゃない方がいいんじゃないかなって思うんですけど、確かにアブルツを持ってるから。この感じだとちょっと白入りだと正統派すぎちゃうから、ブーツ合わせるんであれば、あの中インナー洋服の方がこういうね、ハイネックとかこの色と、あと黒と紫、はい、じこの時点でなんかもう可愛い。なんか可愛い。これを自分が着るって思うとちょっとワクワク。なんかね、イメージ的にはこの柔らかいものも可愛いかなとは思うんですけど、ちょっとボケるかなっていう気が、なると、紫いいんじゃないかな。ね、これ可愛いね、やっぱり。ちょっと引き締まるかなっていう。うんうん、そうそう、もう一個、ね、着物アンさんの、はい、着物アンのこの風呂敷をね使いたいってだったので、ちょっとこれ気に入ってるこれはじゃあちょっとどう使うかがお楽しみっていう感じでいきましょうか。おお神田氏はね、お願いします。はい、この感じで。オッケー。お願いします。決まった。割烹着だ。かっこいい。職人スタイルだ。じゃあ、では行きましょうか。よろしくお願いします。さんのあの緑の今日から今から着せてもらうお着物、これってあのおばあちゃん、お母さんのお母さんが、うん、あの呉服屋さんに積み立て、そうそう、はい、とか貼って、え、積み立て、ね、昔ってそういうね積み立てとかありましたよね、うん、なんか急にね、そうそう、に決まったわ、うん、言ってな、用意できへんから、うんうん、中学生ぐらいの時からね、そんなに、あ、でもすごい、いつかのためにって、そう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 、なんかでも親心ですね、すごいな、積み立てをしてたみたいで、そういうエピソードがあるそうです。いい話なかなかね、お嫁入りだからってお着物をあつらえるとかね、なくなっちゃいましたからね、着てた？これはよく着た。あ、よく着た。よく着たそうです。どういう時に着てはったんですか？あの、ゴモントさんの、あの、結婚式に、お寺のね、ゴモントさん、昔はね、よく、あの、ご招待あったんで、その時は、はい、もう必ず着物で、はい。そうなんだ。お母さんが、お母さんのお母さんが出てくれる。昔は両端タンスに入れて着てたんですけどね、もうほとんどしつけしたまんま、しつけしたまんま派手になってしまった。ちょっとすごい素敵ですよね、この絞りがすごい一個ずつ、これ多分職人さんがここをね、つまんでつまんで
染めていらっしゃる、うん、すごいよね。そうですね、今もうね、できる人がどんどん減っていっちゃってるみたいですからね。いいお着物を持たせていただいてはったのね。すごいな、おばあちゃん。そうですね。その一点に用意できへんお部屋ってなったら。そのお嫁入りの時に何枚ぐらい持たせてくださったんですか？何枚？いやね、こないだタンス開けてね、はい、うちのおばあちゃんのお葬式に、うん、この時ぐらいお葬式ぐらいはもう服着ようかなって思ったら、ロート一重と合わせと全部、すごい、なかなか合わせと夏物ぐらいしか、すごい、すごい、すごい、びっくりでした。ロマンと思って、ね、うん、それを見せてもらえたらよかったんですけど、タンスのある部屋がなかなかに、わかる。かわいい、かわいい。私のお気に入りの櫛がここに、ここにちゃんと使っていただいてる。襟元がね、タートルで重くなるので、すっきり上にアップに、はい、させていただきます。なるほど。足ちょっと肩幅に開いてください。はい、よく見たらあれですね、夏帯ですね。私がいつも着てるお坊さんの衣も、はい、夏とか冬の、ね、ありますよね、はい、そういう感じで、そういう感じですね。何年ぐらいになるんですか？あ、そうですね、でも4、5年ぐらいですかね。ダメイクの仕事をするのに、式場、結婚式場に出入りするようになって、そこの着付けもじゃあ覚えようかなと思っていくことにしたんですけど、それでそこはですね、その先生だとそこまで、なんでしょう、自由に着ていい感じというか、あとはなんか、お稽古行くのに必ず着物で行くようにその時してて、へえ、ウールの着物とかで本当にカジュアルな感じにしていってたの で、それをなんかすごいドキドキしながら着物に帽子合わせたりとかしていったら、うんうんうん、あら、いいじゃないみたいな感じで先生まで褒めてくださったので、そこからもう調子に乗っていいって言ってもらえて、ね、いいって、ね、自信が、そうそう、ね、そこでしたくなりますよね、楽しくなってきて、普段楽しむんやったら、ね、自分の気分が上がるね。そう、楽しい方がいいので。そうですね。ああ、反対も。フグを使っていただいて。フグがうまいこと。見てください。すごい、ちゃんとね、ここに要望通りに。ここにアレンジが使われるとは思ってなかったので、風呂敷でこう持つんかなと思ってたら、なんと、ここに。めっちゃかわいい。わーい、完成。ありがとうございます。どういう風な感じで、うん、ね、後ろ見て、私の大好きな、私の大好きな、今日のリアクションがいい。よし、きっとこれをアレンジに使っていただきたいと。あとミキさん、僕も来て。ね、たくさんいる魚だから、冬やからね、冬の季節なんでね。あ、でも流水だしいいですね、よく考えたら。確かに、バッチリ。帯の柄にお魚の、ね、帯の、これ、うん、なんていうんですか、帯、うん、お魚、お帯で、帯で。
そう、串もすごい素敵。この串はどこにあったもの？串はね、なんかね、フリマアプリで買ったの。あ、フリマアプリで？かわいい。飾ってたけど、うん、実際になんかこう、得でもなく、使うでもないから。あ、じゃあ、今回のために買ったわけじゃなくって、うん。もうだいぶ前に買って、うんうん、置いてあったけど、ちょっとこのコーディネートに入れられたら活躍するかなと思って。よかった。めっちゃ、うん、使う機会ができてよかった。嬉しい、ありがとう。いつのかもわかんないし、どういう日しかもわかってないけど、なんか綺麗っていうので、うん、これすごい合ってる。ありがとう、ね、よかった。こんな感じでまあやちゃんの着付けとヘアセットが完成しました。ありがとうございます。めっちゃ可愛い、嬉しいです。本当にもう仏像さんがプロの技で設計してくださって、髪の毛もめちゃくちゃ可愛くしてくださって、いい感じに仕上がりました。ありがとうございます。本当に2人にも企画に参加してもらってめちゃくちゃありがたいです。ありがとうございま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 す。お母さんとか、はい、彼とか協力してもらって企画が実現することができました。ありがとうございます。じゃあ、お二人にも感想をお一人ずつお願いしたいと思います。今回あの母のずっと使ってなかった着物を使って着させていただくという企画に参加させていただきまして、であの今まで知らなかったこの着物 の, あの母のエピソードも聞けましたし、途中からあのこう見に来てくれて、であの眠ってたこの着物を私がまた時を経てこう皆さんに見ていただけるように着せてもらえたっていうことにすごいもう母も私も嬉しいので、ありがとう、はい、もう参加してよかったって本当に心から思います。ウルポロさんと地蔵さんにすごい感謝です。ありがとうございます。着物がより一層好きになるなって思いました。ありがとうございます。次、地蔵さんから。はい、私も本当にあのこの楽しい企画に読んでいただけてありがとうございました。後ろがね、可愛いんですよ、はい、この着物、ね、これをこんな感じにどうにかこうにか使えたのでよかったなと。本当にもうこんなアレンジがないと思ってなかったから。ね、でもすごいいい感じにまとまってよかったです。喜んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで終わりです。終わりです。バイバイ。ありがとうございます。